はい、どうもこんにちは、マッキーです。今回もロストジャッジメント、裁かれざる記憶やっていきたいと思います。前回は沙織さんが変身いたしました。綺麗になったね。というわけで、占領通りで RK という半グレ集団をおびき出して、そのままお話を聞こうかなと思います。占領通りは結構先だね。あ、ここですね。着きました。ここで、あ、寄ってきたな。いやー、ちょっとごめん。お姉さんたちかっこいいね。そうでしょう。どこか飲み行く感じ？それともこの辺の店で働いてるとか？いや、働いてないけど。女二人寂しく飲み歩いてるとこ。ねえ。ねえ。だったら俺におごらせてくんない？いい店知ってんだ。いくらでも飲ませてあげるよ。へえ。うわ、すごい羽振りいいんだ。強いぞこの人たちは。お酒。大丈夫？ダチがやってる店があるんだよ。そいつもお姉さんたち連れてったら喜ぶと思うし。なるほど。彼らが RK なら誘いに乗ってもいいですね。でもそれをどうやって確かめよう。どうしよっか。君たちかわいいね。タイプよ。あなた方 RK ですね。直球ですね。今夜はめちゃくちゃになりたいの。今流行りの RK って知る？これでね。今カムロ町で流行ってると思うんだけど、 RK って知ってる？知ってる？ RK ね。もちろん知ってるけど。何？もちろんそうだろうね。だって今一番イケてて一緒にいて楽しいのは RK の人たちだって聞いてきたからさ。そうなんだ。そこの人たちってなんかいろいろすごいんでしょ？すごいんでしょ？沙織ちゃん。やっぱり RK の人とじゃなきゃ嫌なの？私はこの子たちも可愛いと思うけど。おお、マリネ乗っかってくれるね。なるほどね。だとしたら俺たちって運命の出会いだった。運命の出会い？そこまで言う？それってどういうこと？マリネうまい。まさか。もしかしてあなたたちって？まあ大きな声じゃ言わねえけど。RK の中でもちょっと知られてるもんでね。C 級ぐらいかな。少なくとも俺らなくしては今の RK にはなってないよな。そこまで言う？俺もここまででかくなるとは思ってなかったさ。うまくいったみたいですね。やっぱりこの男たちは RK のメンバーです。あとは河合深夜のことを聞き出しましょう。彼らがなぜ河合を探し回ってたのかを。カムロ町って今みんな RK が仕切ってるんでしょ？まあね、ヤクザが幅利かす時代は終わったからよ。そうなんだ。もう仁義とか極道の伝説とかも通用しねえ。これからはいかにルールのねえアンダーグラウンドで戦えるかがものを言う。壮絶な世界。なるほど。潰し合いだな、完全に。そういえばこの間、荒廃した世界だ。 RK の人たちで誰か探してたみたいだけど、立ち話もなんだからっていう。ああ、あれね。あん時探してたのはガールズバーのマネージャーだった男だな。めちゃくちゃ軽いねこの人。さすがお兄さんたちは情報通なのね。5年前にある日突然姿を消したってやつだ。カムロ町じゃ珍しくもねえ話だけどね。これ以上の情報が欲しい。何それ面白そう。結局その人は見つかったの？いや、さすがにダメだった。そいつは河合って男で、この町じゃ毒にも薬にもならねえ小物だ。小物か。それがある晩昔の知り合いらしいのに囲まれてたんだってさ。多分過去に昔の知り合い。黒川学園の人たちか。押し問答した後、最後には無理やりバンに乗せられてった。へえ。以来やつは姿を消したままだ。で、なんで RK が探してるの？それってつまりどういうこと？どっかよそで殺されたんだよ。河合が生きてりゃ町に戻ってきてるはずだ。店からの給料もまだもらってねえ分があったらしいから、ね。ああ、なるほどね。ってことは今頃、海の底か山の中にでもなんで RK が探してたかを教えてくれ。頼む。その河合の昔の知り合いたちって誰だったの？さあね、10人近くいたみたいだ。10人か。見た目は堅気の若いやつらで、女も混じってた。ああ、間宮さんだね、これは多分。でももう5年も前のことだからな。5年前からじゃあやってんのか、このいじめ騒動は5年前から始まってんのか。河合をバンに押し込んだ堅気の一団、それも昔の知り合いらしいって。もしかしたらまた黒川学園の同級生たち。いえ、さすがにそれは結論を急ぎすぎかも。その目撃談があるということは、誰か河合信也がバンに押し込まれるところを見てたということですよね、5年前に。そう、見てたのは河合が働いてたガールズバーの子。ああ、そうなんだ。じゃあそこに行こう。俺らはその子に話を聞いたってやつからまた聞きしただけだけど。そのお店の場所は神室町で5年も前のガールズバーだぜ。もうどこにあったかなんてわかんねえよ。でもそこに行きたい。何百件も潰れちゃ新しくできてんだからよ。ああ、神室町そうかもね。そもそも誰が今になって河合を探そうとしたんです？RK はその誰かから人探しを依頼されたわけですよね。弁護士になってる。そいつはもうちょい上に聞かなきゃわかんないんだけどさ。ああ、そうなのか。それよりちょっと待った。こっちからも一つ聞いていい？はい。さっき沙織ちゃん、河合信也って言ってたけど。あ、信也まで言ってないか。俺が言わなかったはずだけど。あ、ちょっとまずいな。なんだと。あ、ちょっと待って。もしかして最初から河合のことを聞きたくて俺だと。じゃ触んないでよ。ちょっと触んないで。何をするんです？その手を離して。誰なんだお前。通りすがりの RK ファンです。お前らに名乗る名はない。お前らに名乗る名はない。この手を離せ。この私に暴力や脅しが通じない。かっこいい。なんだ急に本性を出してきたじゃねえか。ちょっと触んないでよ、汚い手で。震えてるじゃねえか。星野くん頼む。武者震いってやつだよ。星野くん。男たぶらかすような格好して言うよね、沙織ちゃん。ああ、ざけんじゃねえ。手は上げちゃダメだよ。あ、ダメ。お、あれ？お、待って。東さん？東さんじゃないか。東さん。東さん。おお、強くなってるじゃないか。たく、立ちの悪いチンピラが増えた。東さん。やっと現れたよ、東さん。礼なんていらねえ。この街歩くときは気をつけな。あれ、沙織さんに気づいてないんじゃない？美人。ありがとうございます、東さん。だから礼なんて。え？なんで？気づいてないな。白崎です。源田法律事務所の。お久しぶりです。えって。嘘だ。さすがだ、東さん。これは気がつきませんで、白崎先生。しかし、すげえっすね。見違えましたよ。いや、元もいいんだよ。ゲームセンターシャルル店長、東哲。鉄。トールかな。ありがとうございました。もう鉄でいいよね。私はトールちゃんって。子供の頃呼ばれてたんだろう。本当に助かりました。若くて強くてかっこいい。私タイプかも。マリネ。RK ですね。タイプ？最近街中で調子づいてるんですよ。元登場会の、松金組組員で東哲さん、海藤さんの舎弟で、八神さんとも顔見知りです。確か今はゲームセンターの店長だったはずだけど、格好はヤクザファッションのままなんですね。よかったら安全なとこまでお送りしますよ。いや何。おお、ありがとう。俺も最近は暇してるもんだ。さすがモテるよ。そうなんですか。ちょうどいいですね。暇なもの同士。マリネ、脅しにかかってるぞ。あ、じゃあその前に八神さんに電話を入れさせてください。八神さんじゃねえや。東さん全然振り向かねえじゃん。13年前にいじめ加害者だった河合信也はバンの一団に連れ去られて神室町から消えた。その時の様子からすると、彼らは河合の知人、また黒川学園の同級生らだった可能性があります。八神の野郎、何してんですかね。白崎先生の電話には通行類内に出ろってんですよ。そうですよね。よくわかってるじゃないですか。おかしいですね。もう一度かけてみます。何やってんだ。殺された。え、ああ、でもこうしてみると最近似たような話を聞いたよな。ああ、こっからか。同時進行で何があったか。芝と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが2人とも殺された。どうでしょう。神室町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由は大体金か女か。これは前回のやつだね。河合もそんなケースの一人なのでは。この後どうなったかだな。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。ああ、よろしく。さあ先生の職員会議が終わるまで。ああ、そうか。さてこっちはしばらくさあ先生を待つか。職員会議が終わるまではかなり時間があるけど、どうしようかな。ん、天沢からメッセージ。あ、そういうことか。八神さん、私の後輩が相談したいことがあるそうで、授業が終わった夕方頃、お互いに都合がいいタイミングで部室に来ていただけますか。わかった。 OK。 天沢の後輩の相談か。なんだろう。ちょうど暇してたところだし、話を聞いてみるのもいいな。よし、そういえばつくもの事務所の方にも新しい依頼が来てるかもしれない。職員会議が終わるまでまだ時間がある。どっかで時間を潰してこよう。じゃあ夕方、今夕方だよなこれ。ミスキン行くか。というわけで、時間潰してきましたので、さあ先生と話したい。あれ、さあ先生いないな。さあ先生、さあ先生のデスクだ。まだ戻っていないのか。さっきは、サイドケース天沢先生、天沢先生じゃねえ、天沢さんの謎を、結構長かった。1時間ぐらいあったんで。もう終わってますよね。そうですよね。ついさっき終わったところです。ただ沢先生は途中で帰られたんですよ。もう1時間くらい前に。完全にもう八神さんに会いたくないんじゃん。ご自宅のマンションから空き巣に入られたって。あ、そうなんだ。本当？それあいつらじゃないの。それであの仮面の男じゃないの。来たらそう伝言してくださいって沢先生から。あ、じゃあ逃げたわけじゃないのか。そうですか。八神が嫌いで逃げたわけじゃないのか。沢先生の連絡先とか教えていただけないですか。いいえ、それはちょっとさすがに。あ、じゃあ私の電話から。ああ、それで OK。 ちょっと待ってください。お願いします。出る？出ないじゃん。何この黒画面。出ないね。出ませんね。今はお取り込み中かも。もう家に着いたってことですかね。そうですかね。そうですね。歩いて行ける距離ですから。そこ教えちゃって大丈夫。沢先生の家がですか。じゃあ偉人町に。ええ、まあ細かくどことはお教えできないですけど。まあそうですね。なるほど。プライベートなことですしね。わかりました。ありがとうございます。どうしよう。でもデスクあさる？絶対ダメだけど。さあ先生のマンションに空き巣か。なんだか妙なタイミングだな。どういうことだ。このままほっといちゃいけない気がする。誰かさあ先生の住所を教えてくれる人は。クラスの人なんだっけ。クラスの方、2年。誰だろう。理事長教えてくんねえかな。理事長、教えてや。理事長知らない？おや？お、理事長知ってる？どうしたんです？また何か？沢先生の住所って教えてもらえませんか。さすがに。は？少し前、彼女の部屋に空き巣が入ったって連絡があったらしいんです。職員会議だから。あ、いないのか理事長は。で、さっき別の先生に電話してもらったんですけど、繋がんなくて。それで八神さんがわざわざ様子を見に行くというわけですか。沢先生の自宅に。ここから歩いて行ける距離なんですよね。狙ってると思われる。そうですよね。さすがに教えられないよね。その住所をこっそり教えるというのはどうでしょう。ダメですよね。俺らは探偵です。少し時間をかければ多分こっちでも調べられますよ。まあまあそれはそうなんだけど、ただそれだと今後お互い気持ちよくないでしょう。明日ご本人から直接住所を聞くというわけにはいかないんですか。まあそれでも理事長も御子柴博の殺人動画のことは知ってますよね。ええ、まあそりゃそうだよね。でも警察に聞いたらあれは捏造動画である可能性が高いって。それはそうしたいんだよ警察が。俺が聞く限りではまだ捏造された痕跡は見つかってません。でもしあの動画が本物だとするとですよ、江原は意図的に自分の殺人動画を流出させといて、それを見た捜査当局に捏造の可能性が高いとまで言わせてるんです。警察がそう言わざるを得ない状況を作り上げてた。そして彼がそこまでやった動機は4年前に起きた息子のいじめ自殺にあります。そこは知らないよな。いや待ってください。それでは我が校にいじめがあったという前提になってしまいます。いやいやいや、そうですよ。江原君へのいじめは裁判でもなかったと判断されてるんですから。実は澤先生は敏郎君が自殺する前、当時の担任教師にいじめがあると報告してたんです。知らないよなお前。なのにその後の裁判では証拠立てられず、いじめがなかったと証言させられてしまいました。それは江原にしてみればきっと許せない行為です。そんな状況があった上で御子柴は殺され、今澤先生は空き巣に入られたと言ったっきり連絡がつかない。まずいよ、澤先生狙われてる可能性があるんだよ。何が言いたいんですか。それじゃまるで今度は彼女が狙われるみたいじゃないですか。そうなんです。そうかもしれないです。先生の様子を見ておきたいだけです。本当にただの空き巣だったんならそこで帰ります。何もなければいいんだよ。理事長が澤先生の住所を教えてくれたとは誰にも漏らしません。折れてありがとう。わかりましたよ。さすがに危ないもんね。よし、澤先生の家は？澤先生のマンションは大黒天通りだ。浜北公園の近くってことだった。よし行ってみようか。はい、というわけでここが澤先生の家。めっちゃいいとこだね。ここだ、ここだよ。めっちゃいいマンション。理事長の話だと澤先生のマンションは304号室。出てくれる？あら、あ、置いた？ちょっと待って、あ、今行こう。行っちゃえ。これで澤先生今出てたらあれなんだろうって怖いけどね。本当に空き巣犯じゃないのって思われそうだけど大丈夫よな。思ってたより嫌に静かだな。少し前に空き巣が入ったって割には警察は来てないのか。304号室はそこが。この部屋が304号だ。澤先生はここに帰ってきてるはずなんだけど。澤先生、海藤さん呼んだ方が良かったかもしんない。は？雨か。いや、なんか登ってきてるぞ。3階？あ、そっか、304か。桑名？なんで？桑名？なんで？だからここに？え？入れ食いだ。やっぱり餌がいいと食いつきが違う。おお、相馬？始めるぞ、阿久津。澤先生を襲ったのは RK か。え？どういうこと？終わり？終わり？え？ここで終わり？やばくないか？え、めっちゃ気になるじゃん。はい。というわけで、今回はこの辺で終わろうかなと思います。また次回続きやっていこうと思います。それじゃあ、またねー。このまま続きやりたいけどな。ここはキリがいいしね。そのまま続きやりたいけど、ここら辺で終わろうかなと思います。なんなら今日撮ってんのは12月25日。クリスマスでございます。真昼です。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次回続きやっていこうと思います。それじゃ、またね。